とりあえずこれを置いといて。ちょっと待って、なんかね、さっきおかしかったんだよ。さっきおかしかったのか、今もおかしいのかわかんないけど、星空が綺麗。ここ、うん？あんまり、これ下を落ちたら終わっちゃうんだよね。これはゴミでしょ。ちょっと待ってね。ね。はっ。多分。あ、こっちじゃないや。道間違えた。はっ。よし。何がよしやね。あそこ行きたいね。はっ。
そこにたどり着くまでに、これをね、繰り返さないといけないっていう、まあ、バケツも、バケツっていうのかな、あれを持っていったらいいじゃんって思うと思うんですけど、あそこに見えると思うんですよ、銃が。あれを持てるかどうかによって、もう一度再度これをやり直した上で、あれですよ。あれを持ってこないといけない。自分の持っている銃を、溶接のやつを。多分ね、あると思うんだよな。これで持てるかどうか、構えるかどうか。構えない。なんでね。なんで構えてくれないんだ。どうやって構えるんだ。違うな。え？え？あれ？あら？あら？いつの間に？え？ちょっと待って、いつの間に持ってた？ちょっと待った。今気がついたんだけど、え？いつの間に持ってたんこれ？マジか。あ、すいません。持ってました。はい。持ってました。めっちゃ持ってた。知らんかった。持ってるって知らんかった。あ、最初から持ってる設定だったのこれ。あ、そうなの？マジか。マジでか。そういうこと？まあいいや。よかった。これで進められる。これ、だから何回かやり、2回目なんですよね、これ。今、やり直したから。こっちの扉も開かなくてさ、ってなってたわけよ。なんで開かないのみたいな。でも反対側のすっごい心臓がうるさいな。心臓、あったあった。これ落ちたら死ぬから、あ。ちょっと待って。よいしょ。こっちから死んじゃうから気をつけないと。これも何回か経験してる。もう3回ぐらい落ちてる。水を出すやつもね、なかったんだよ。ちょっと仕様が変わったのかなと思って。前のやつは、水を出したら汚れるみたいなんだよね。待ってさ、また踏んでるな、これ。これは汚れないんだよね、なんかやってるの。もう、今だったらさ、もう、だいぶここまで汚してたら、やってたら、だいぶ変色してると思うんですよ。変色っていうか、ちょっと待って、これややこしい。あ、ちょっと待って、どっちも持てるじゃん。え、どっちも持てるじゃん。なんなん二つもあるじゃん。オイルだから一応オイル線ってこと、これそういうこと。でもでっかいの運べないよ。よいしょ。え、こういうこと。オイル線ってこと。入らない。よいしょ。はい。
っと待って、どういうこと？これ危ないから、この辺を通って、水を向こうに持っていこうかどうしようか悩んでるけど、確かこっち側にも水があったような気がする。よいしょ。あんまり動かしてあれかな、よくわかんないけど、よかった、これで先に進めれる。なんであれなの、燃やしたらダメだな、オイルだから。あ、でもどうなんだろう、まあ、持っていくだけだからね。あれ、よいしょ、はい、あれ入った、これずっと海に慣れしててたんだけどね、さっき反対側の方がすごくね、入れにくいの。扉の反対側に落とすと、あの一番こう入れづらいというか、この扉の反対側方向に開くんだよね。だからさ、物が入れにくいというか、あ、ダメだ、そういう状況だったんで、ってなってたわけ。よいしょ。ちょっとこっち側先進もう。あ、進めなかった。あと一回かな。この汚れない水マジ助かる。あそこにずっと出っ放しの水も助かるで。何が良しなんだ。とりあえずこの辺をもうこのまま運んでる。よし。よしよし。これで進むことができる。さっきのはちょっと、あれなんだよね。調子がおかしかったんだね。なんかの不具合が生じたんでしょう。なんかあったんだよ、きっと。そうだそうだ。やり直したらできた。一回スキンゲーム消して、消してっていうか、起動しないで。え？起動しないで。うん。とりあえず画面から消して。あ、違う、間違えた。危ねえ。危ないものを持っていきそうだった。これは気をつけよう。よいしょ。スキンゲームパネット、あらっと。バケツは倒さないように気をつけないと。よいしょ。一応この道は作った。めっちゃ探したからね、マジで信じられないぐらい探したからね。もう銃弾とかどうしようとか思ってさ、焼かない方がいいのかな？いや、でも焼いた方がいいやつもあるかな。よいしょ。ああ、よかったよかった。これで前に進める。本当に。ずっと海に慣れてたもん。多分あれじゃダメだったんだろうね。よかった、やり直して。よいしょ。この中に入って、あ、この中もダメだった。
ったんだよ。この水が出るとかあるって、あるはずだったんだけど、今ないの。トマトのみたいにだいぶ古いんだよね、前やってたの。古いから、あ、そういうことかと思って。こういう、古いと、古いやつだと、バケツが出てくる空成器みたいなやつがあるみたい。でもこれは多分更新されてるんだろうな、いろいろと。どうしようかな。あ、ここ見てないよ。ちょっと暗いね。ライトが欲しい。ライトはあったよね。そういえば。あ、そういえば。ライト。まあ、古風の。暗いから、この辺照らしとこ。んで、足してみる。この辺運んどこっか。ゴミ箱、あ、ゴミ箱持ってこないと。ゴミ箱は確か上だったよね。これこっちに持っていっとこう。おう、よいしょ。おう、えらいことになってる。えらいことになってて、よいしょ。あ、どういう通なんだろう。ねえ、どういう形で進むかは、まあ、人それぞれなんで。こうしたら楽なのに、あしたら楽なのにって思うことって多分ね、あると思うんですけどね。そうだよねって思うときあるもん。なんでこういう遠回りをしたかなっていうのありますね。いつもですけどもね、そういうことしちゃうんですよ。それが、うん。よいしょ。まあ、この辺さっき運んどこうかな。汚れが増すだけだな。まずこれね。これ。これを運んどこう。ゴミ箱、2階だったような気がする。こっちから行った方が早いんじゃね？思ったんだけど。バケツ、バケツじゃない。ゴミ箱もらえるんじゃない。よいしょ。ゴミ箱あったんか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。これで。よいしょ。ここで、よいしょ。はい、はい。ダメだな、これな、多分な。よいしょ。よいしょ、よいしょ。ここはね、大きいおトイレが、おトイレってか、永遠に。でもこれな、なんかね、はい。さっきの銃ってか溶接のやつを探し回ってたときに、この奥にあるのかなって思って、この中に入っちゃったんだよ。そしたら死亡した。落ちちゃった。落ちたのか溺れたのかわかんないんだけど、ちょっとわかんないんだけど。
ないんだけど、その辺は微妙な判定なんだけど、ちょっとね、あれってなって、あー落ちるんだみたいな、そうだよねそりゃそうだよねみたいな、ここは溶接多分ないと思うけど、ここはあのドラム缶なんで、これって閉めることできんの？できないな。できないな。うんうん。何もあれだよね。太くないの。ドラム缶のとこ。よいしょ。これは燃えると怖いから。よいしょ。よいしょ。あらまあ。これ何なのか分かんないんだよね。これだけは分かんない。何の音？よいしょ。何の音か分かんない。んで、これは確かね、多分このまま。おう、危ねえ。下に階段あったね。よいしょ。ピカタは逆だな。あ、なったった。うっうん。よいしょ。いやー、解決して、持ってたんだ、最初から。知らなかった、マジ。気づかんかった。何気なしに、操作してみたら、あれ？なんで持ってるんってなったから。さっきの時間何だったんだろう、本当に。っていう感じです。現場からは以上です。よいしょ。ああ、頑張って、ね、めっちゃ探してたのにな。まあ、別に悪いわけではないと思うんだけど、悪いわけではないけど、努力の無駄っていうね、そういう感じしますよね。あんなに頑張ったのに、まあ、全ての努力がね、報われるわけではないんですよ。ええ、悲しいな。でもね、努力したからこそ次のステップに進めるっていうね。何のステップかは、よく確認しろっていうステップかな。そういうことかな。うん、それだったら意味わかるわ。そういうことだよね。それで、あれなんだよ、銃がないと本当に困るんだよ。え、よいしょ。よし、これで銃を持ってこよう。銃と、ゴミ箱持ってこよう。あ、まずゴミ、ちょっと待って、銃を上に持っていって、よいしょ。よいしょ。ゴミ箱。落ちないように気をつけて。よいしょ、ゴミ箱。出てくるのは早いね、君。よいしょ。あれ？何に突っかけるの今。怖いよ。落ちないでね。怖いよ。落ちるの嫌だよ。え、今どこ自分。ちょっと落ちるの嫌なんで。よいしょ。ふぅ。よいしょ。なんか、やばした。
これがね、どうしてもね、汚れず原因になるよね。よいしょ。誰に謝ったんだろう、今この腕に謝りました。ん、あれ、なんで取れないの。あ、取れた。よいしょ。アンセンパイな階段で行きたいんだけどな。あとなんかこの辺に集めてたよね。安全帯ルートで行きたいな。よいしょ。遠回りになったとしても安全で行きたいな。下に落ちたくないからそれだけなんだけどね。そうって落ちちゃったね。これ落ちるか、しゃあないな。よいしょ。いいや、一回下に降りよう。よし、この辺に入れてくわ。よいしょ。引っかかっちゃったね、今ね。よいしょ。よいしょ。ほっ。よいしょ。落としたよ。どこのやつを持ってこ。これはドラム缶だから、あと散らかしちゃったな。よいしょ。よいしょ。これな、かなり散らかしちゃったね。ゴミ箱また落とそう。3つぐらい落としとこうかな。落としても大丈夫かな。はい。
自分がつまずいたんよ。よいしょ。ちょっと、動ったところはちょっと減ってましたよね。よし。これも持っていきたいんだけど。持っていけるかな。わかんないから、とりあえず、箱を、おう。よいしょ。テテンテ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 テテン。あれ？なんか変な入り方したな。取れるかな？取れないな。仕方ない。なんかギリギリのところにいるんだけど、大丈夫かな、これ。よいしょ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 。落ちたかな？大丈夫かな？ちょっと不安。あの入れ方は。なんか落ちた？なんか落ちました？よいしょ。多いな、細かいのが。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ほい。目がシャバシャバしてきた。やり直してるもんな。踏んでた。ないよね。ああ、この方をお運びしなければ。あれ、まだ燃えてないの？なんで？あれ？ほい、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 ほい。あ、入った、入った。なんか巻き散らしてしまったんやけど。なんか入らへんと。あれな、燃えないんか。火力が弱いからか。そうか、そういうことか。いつもやったら燃え終わってるはずだったんだけど。そうだ。燃え終わってなかったからさ。どうしました。すごい汚れてんな。よいしょ。よいしょ。これはこっちです。よし。まだあった。よいしょ。はい。あ、中。
のも。なんかこの帽子とかも多分いらない。あ、帽子じゃないや、ごめん。顔だったわ。すいません。間違えました。申し訳ございません。人の顔でした。帽子だと思っておりました。はい。私、失態を犯してしまいました。申し訳ございません。ゆっくり入れよう。よいしょ、はい。うんね。よいしょ。これの中に入れて。よいしょ。あ、ちょっと待って。これはもうちょっと直接入れてくるわ。はい。入ったよね。これは、こっち側に持っていっとこう。なんで今これを出したのか、ちょっと自分でもわからなかったです。そして踏んでる。で、バシャバシャバシュラです。ん？落ちてる。はい。大丈夫だよね。わかんないけど。大丈夫かどうかはわかりませんが。これもさ、よいしょ。もう一本。銃持ってった？あれ、銃こっち、あ、2階にあるのか。そう、ここまだだったわ。よいしょ。そうそう、ここもやらないといけないんだけど。
もうジューとかも本当に好きな呼び方で呼んでるよね。おお、危ねえ。ガラスにぶつかるところだった。いや、ぶつかっても大丈夫だけどね。よいしょ。ここだと燃えないんだね。広がらないんだね。あの、汚れはしてるけど。汚れはしてるけど、あれなんだね。よいしょ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 。また足しぶれたよ。毎回よしよし言ってるけど、何がよしなんっていう感じや。そう思う、そう思うよね。自分もそう思ってるから。なんでマウス言うこと聞いてくれないの？マウスが言うこと聞いてくれない。なんで元に戻ろうとすんの？違うって。そう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 、これこれ。なんで戻るの？入らない。ああ。強制的に入らされた。開かない。あれ？あ、いたいた。反応がすごい。遅い。違うでしょみたいな。別に危険物じゃないしみたいな。なんでダイヤモンドになったんだ。自分が聞きたい。この辺ももう燃やすか。
誰、うん、そういう問題ではないな。誰とかどうでもいいんやな。あれかな、掃除用ブラシかな。よいしょ。これ縦にしたいんだよ。縦にしたいのになんで元に戻るかわかんない。なんで元に戻るの、なんで。よいしょ。縦にできるんだよ。なんで縦にしようとすると戻るのか。普通戻らないんだけどね。よいしょ。普通は戻らんのだが、言うことを聞いてくれない。もうないかな。よいしょ。あれ？マットとかもあれなのかな？持っていかないといけないのかな？おうおう、何に積まないか？あ、これか。すごく汚れた。どこまで汚したんこれ。ここなんかあるのかな。何もない。どこまで汚したんだろう。ちょっとわかんない。ベッドはなくならんやろ。さすがに。あ、この辺なんか違う。違うあった。よいしょ。
おい、よさげ。いいね。あと何にもないよね。これは、これ入れとこ。あれ？何がしたいのかちょっとよくわかんない。ここに置いといて、で、よいしょ、これ持ってきて、んーで、この階段のとこにまだあったような、ある、行こうか。あ、銃も持ってこないといけないね。よし。何が転がってった？あ、これか。よいしょ、10、10、10。よいしょ。これも汚れか。これも汚れかな。ってことは、ちょっと待って。落ちてない？あった。落ちてる、落ちてる。よいしょ。ないね。ないね。よし。じゃあ、持ってこよう。これを。よいしょ。はーい。よいしょ。足跡つけてた。ここは足跡つけてんや。でもあんまり、つけないみたいだな、そこは。よいしょ。セーブゲーム。あれ？セーブゲーム。あ、ちょっと待って。なんでセーブゲームができないの？よし。これで元に戻ったはず。よいしょ。
思うんだけど。これで、これは、よいしょ。こっちの、この辺に、この辺なんか汚れてんだよね。見えないからあれなんだけど。よいしょ。よいしょ。よいしょ。高いの苦手って嫌だね。ほんで、これも。よいしょ。よいしょ。こっちこどっこいしょー。へい。目がうるうるしてきました。よいしょ。この辺、この、もうちょ、落ちちゃった。落ちちゃった。まあいいや。こっから登れるもん。こっから登れるもんね。ちょっと待って、ん？あ、これ回すの忘れてたわ。これなんだっけと思った今。先にさ、これだ。何個か出しとこか。これは汚れじゃなかった。あれ？こんなところに。よいしょ。さて、2階へ行きま、せよ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 。いるのかな、ここなんかいそう、なんか結構いりそうな感じだよね。よいしょ。はい、これ邪魔だな、閉めたい。おう、下に持っていって、下に持っていって、よいしょ。はい。こっち側で使おうか。なんで開いてるのこれ。なんかやったっけ。やっててもおかしくなさそうだけどね。よいしょ。なんてギチギな性格。全部集めるとは言ってないけど。近い場合はこう、遠い場合は安全なところに避難させます。
危ないよな、銃。
吸根は2回ないのかな。あ、ちょっと待って、吸いとこう。はい、はい、ないね。よいしょ。ないな。これも後ろついてないよね。ってことはここないのか。ない。ないな。ないな。よいしょ。よいしょ。こういう見落としに気をつけないと。あ、落としたか。ついついこう乗り気でやるとこうなるね。ん？いたし。汚したし。この後を探すだけだけど、こっち側はないな。中はないのかな。中はないみたいな感じだな今のところ。ちっちゃいのは分かりづらいのもあんまし気をつけないと。よいしょ。また足がしびれてきた。よいしわからん。どうも。おっと。よいしょ。ここの山が覚えて。聞いてなかったのね。ごめんよ。
るよね。当てちゃダメっていう。何を可愛く言ってんねんって思ってるよ。うん、大丈夫。自分でも思った。大丈夫かなって。大丈夫じゃないと思うけど。全然大丈夫な気がしないんだけど。中高の後って見つけやすい時と見つけにくい時がある。今は完全に見つけにくい時。汚れなのか、そうじゃないのかが、区別がつかない。影もさ、ポイントわからないんだよね。これは違う。ポイントわからないんだよね。よいしょ。これ落ちたら終わり。あ、絶対落ちちゃダメなの。
ってしようかな。なんかめっちゃ踏んでる。ちょっとここで休憩しようかな。一段落つけてからこの箱を処理してから、ブテンってなってる人もいるしな。ちょっとな、頑張りすぎてもダメだからね。適度な休憩は必要。ここ2つあるね。休憩し入ります。休憩入ります。はーい、これ持っていってください。声が出した、出なくなってきた。今は眠たいです。素直に寝よう。こういう日は暑いだけ。よいしょ。少しはね、マシになるように。どこだ？そこ。
言うてもなんかまだ続きやってるしな。これはどう考えても、これがカッパエビセンとか言ったら家畜だよ。サイコだよ、サイコ。サイコ。サイコ、サイコ。そろそろ眠いようだ。あ、やばいのがいる。いく。もうやばいよな、こいつ。かりんそう。量多すぎない？カリン島の今回やめて。カリン島好きやねんっていうぐらいカリン島がいるんだけど、まあいいや、これ持ってっとこう。よいしょ。あ、なんか落ちた。あ、よいしょ。下ぐらいかな、もうちょっと下ぐらい。ちょっと待って、何落ちた、何が落ちた、どこ？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 あ、あんなところに。よいしょ。あと落ちてないよね。落ちても見えないと思う。わかんない。気づかないと思う。うん？なんか落ちてる？わかんないや。眠たい。眠たくて眠たくて仕方ないよ。眠たいな。眠たいって言いながらさ、すぐに寝れる、え？すぐに寝れる人と、眠たい眠たいって言いながらなかなか眠れない、寝つけない人っているよね。すっごい眠たいのに、そう見張ると、なかなか、こう、睡魔が来ない。なんで？みたいな。頭の中でいろんなことを考えちゃってるから、そうなってるんだろうけど。あるよね。なんかさ、子供の時にあった、知恵熱でも起こしてんのかな、みたいな。考え事をしすぎなんだよね、多分。考えすぎなんだよ。何でもかんでもさ。こんなに考えなくて目がシャバシャバしていた。もうね、涙がうるんずんで、目薬いらないぐらい。目がうるうるしております。よいしょ。なんでこんなにこう、あれが多いのかな。本当にカリン島が、カリン島多すぎ、わざと。よいしょ。あれ？なんでこっちから来ないの？ああ。ん？え、なんの境界線があった今。なんか見えない、見えないバリアがあったぞ今。なんだったの？見えないバリアが、こっから先に行かせないようにしている。これが涙目、涙目だ。あっちに投げたらいいか。よいしょ。この辺は大丈夫だよね。よし、じゃあセーブして、
あ、ゴミ箱。ゴミ箱また投げようか。あ、ここにあるじゃん。いいね。よいしょ。こっち持ってきといて。よいしょ。この方を下ろして、ここで休憩します。続くは先ほど。まあ、多分でもそんなに言うほどね、時間はかからない気がする。気持ち、今の気持ち分かりませんけど、ということで一旦休憩入ります。または第2弾でお会いしましょう。ありがとうございました。あ、セーブ。あ、ちょっと待って。セーブ。ちょっと待って。セーブできてない。ちょっと待って。セーブゼロだ。できたよね。では、お疲れ様です。